歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。よし、その時世界はどうだった。大化の改新、それからいい国作ろう鎌倉幕府で、ちょっと飛びまして1600年、関ヶ原の戦い、はい、まあ、日本を二分して、大きな戦が行われたという時に世界はどうだったか。まあ1600年って覚えやすいんで、例えば東インド会社みたいなね、そういうことで世界史で覚えて、ああ、その頃そういう貿易の、まあ、会社っていうのができたんだっていう、そうですね、なんかこうそういうのを覚えたりしましたよね。まあ、ついでにちょっと言うとくとね、キリがいい年号ってね、結構出されやすい入試でね先生予備校じゃ、いや、まあまあ予備校生もね、見てたり受験生も見てたり、いや受験生はね、息抜きにこういうのを見ると、まあ、こういう話なんで覚えやすいっていうところは ね、 そうですね、とか興味を持ちやすいっていうところがあったりするんでしょうけれども、あ、そうなんですか、霧のいい年号って出されやすいんですか。出されやすい。1500年ね、カブラルのブラジル漂着とか、ちょっと待ってください、1700年、北方戦争とかね、カブラルのブラジル漂着、ポルトガル人のカブラルっていうのがね、ほう、ブラジルに漂着して、ほう、ポルトガル領だっていうのを宣言するんですよ。漂着してっていうことは、大航海時代にわーって行ってて、うん、もうどっかわからないまんまパッて行っちゃって、うん、でここポルトガルっていきなり言っちゃうんですか。そうそうそう、もうね、それがきっかけになる。じゃあっていうか、本当にヨーロッパの人ってなんていうか我が物顔すぎますよね。もういつの時代もそうですよ。アフリカ分割の時だってね、もう侵略の時のさ、ルール作ろうって言ってさ、 できたルールが2つなんですよ。なんかって言ったら、1つは早もん勝ちって。もうね、ルールじゃないから、ちょっとね、いや、アジア人からすると、いや、まあまあまあ、いい加減にしてくれてるけどよしとしましょう。まあ、で1600年、はい、はい、どうだったかっていう横のつながり、ね、世界はどうだったかっていうのを見ていきます。はい、まず、まあ、関ヶ原自身はね、まあ、これをきっかけに、はい、徳川氏が実権を握って、はい、3年後に、まあ、江戸幕府、徳川幕府を作ると、はい、我が立花宗茂の奮戦も虚しくですね、はい、関ヶ原では、まあ、東軍が勝ってしまう、うん、西軍が負けてしまうんですね、うん、当時のね、世界人口はだいたい5億5600万人、なるほどなるほど、今の17、8分の1ぐらい、はい、で日本の人口がね1540万人ほう。で、すごいのはね、これ1600年頃でしょ、はい、で元禄の時代ね、はい、17世紀の後半になるとだいたい3000万人になるんですよ。はあ、だから人口2倍になるんですね。だからそんだけ、うん、実は日本が社会システムとして成功したってことですよね。うん、でさらに言うとね、その前の百数十年間、はい、応仁の乱1467年とか、はい、まあ、いわゆる戦国時代じゃないですか。はいはいはい、その時代ってやっぱね、人口増えてないんですよ。ということは戦っちゃもう本当にダメな、大変だったんですよね。いやー、戦国時代っちゃ本当にこれ どんな感じだったんでしょうね。いや、基本的にはもう家と家が土地をめぐって喧嘩するじゃないですか、はあ、で勝った家は負けた家もう皆殺しですよね、基本、基本的には。でそれもあってなかなか人口増えなくて、はあ、元禄の頃にね、はあ、人口3000万になって、はあ、それからね200数十年間いわゆる徳川の太平の世、はいはいはい、人口ずっと3000万で推移していく、はい、で増えてもいないけど減ってもいないんで、はい、まあ、見事な自給自足社会をね、江戸時代はやっぱり作っていたんじゃないか。ただ、うん、そう考えたら、うん、やっぱ大飢饉っていうのも、うん、人口が増えたらまあやっぱ起こりうることですよね。そうですね、まあ、何回かねやってるけど、まあ、もちろんね、気候とかなんかいろいろあったんでしょうけれども、うん、やっぱ飢饉っていうのは人口が増えたらやっぱ賄えるかどうかっていうところで、うん、なかなか難しい、バランスが崩れるとどうしてもね、そういうことでしょうね。ただまあ16世紀まあ、1600年ね、その前の16世紀全体は地球的な気候もあると温暖で、はい、大体どの場所もね豊作だったことが多かったんですよね。ああ、そうですか。だから16世紀は発展の時代、はい、で17世紀になると気候が寒冷化するんですよね。あ、そう、世界的に、うん、でやっぱりそういったものがあって、まあ、周期的なものもあると思うんだけども、で不作が続いて、で人口が減少したり、はい、で栄養状態が悪くなってまた疫病が流行ったりとか、まあ、だからそれに比べるとその100年前の16世紀そして1600年頃って発展の時代なんですよ、はい、でその時代の東アジア、はい、まあ、明という国が中国にありまして、お、はいはいはい、明の16世紀はもう大発展ですね。もう
米もバンバン取れるし、絹織物もね、綿織物もたくさん取れるし、それを求めてね、その地球の裏側から、はい、それこそポルトガルとかスペインとか売ってくれってやってくるわけですよ。なるほど。ということは争い事もないし、うん、農作物も豊富だし、うん、工業製品もたくさんできて、うん、世界中から求めてやってくる。そうそうそう。でヨーロッパは、まあ、ご存じのように大航海時代ですね。はいはいはい。まあ、コロンブスのアメリカ発見、いわゆるアメリカ発見が1492年なんで、はい、まあ、それから以降100年間だいたい大航海時代、はい、でヨーロッパ人が世界中に散らばっていって世界中と貿易をやっていくということですね。でそういう中で1600年にイギリスが東インド会社を作るわけです、はい、でそれから2年遅れた1602年にこのオランダも東インド会社を作ると。あ、これだから実は東インド会社って言いながら別々の会社なんですよね。で東インドっていうのはヨーロッパ人にとってこれアジアのことなんですよね。あのだから結局俺たちインドって思ってるけれども、うん、そうじゃなくアジアのいろんな貿易をするための会社ってことですよね。まあ、ついでに言うと東インド、じゃあ西インドはどこかというと、いわゆるあのキューバとかね、あのカリブ海の諸島ですね。コロンブスがあの辺りをインドだと言っちゃったもんだから、インドっていう名前がついちゃったんですよ。だからインディアンですよね。そうそうそう。もう間違えてんですよね。そうそう、コロンブスは。本当のインドは別のところあった。ただもうそう、キューバとかジャマイカをね、もうインドと呼ぶのも定着しちゃったんで、じゃあ西インドと呼びましょうと。インドとは関係ないんだけど、はい、で話戻すと、東インド、いわゆるアジアを相手に貿易をする、まあ、企業体ができるわけですね、はい、で一応イギリスがね1600年で一番早いんだけど、はい、これ経営規模もあんまり大きくなくてね、で経営規模はもう断然オランダが上なんですよ。で東インド会社というじゃないですか、はい、会社、はいはいはい、英語でカンパニー、はい、どういう組織かというと、まあ今の会社と一緒ですよ、はい、あのでっかい金儲け、要するにアジアとのね貿易って言ったら、はい、うまくいったら何百億円なんですね。ただリスクも大きいじゃないですか、はい、でしかも巨額な資金もいると、はい、だから一人でそれを被るのは危ないというんで、はいはい、リスクを分散するためにいろんな人たちから出資金をもらうわけね。あ、でそれをプールして、はい、スケールのでかい金儲けやろうぜ、はい、うまくいったら、はい、儲けもでかいから、はい、出資金に応じてみんなに分配するぜと、こうしていわゆる株式会社、その組織ができるわけです、ね、だからこれがあの世界で初めての株式会社っていうふうに言われてますよね。ちなみに英語でカンパニー、カンパニー、オランダ語でコンパニーエン、どういう意味かというと、はい、パンはパニーはパンなんです。あ、なるほど。でコンは一緒にという意味ですね。だからみんなで一緒にパンを食べましょうと。か、日本語で言うと同じ釜の飯を食った仲間と。へー。でそのオランダがね、やっぱもう経済力で圧倒的なんですね。はい、あのイギリスなんかよりもやっぱオランダの方がその資金集めがうまくいって、でなんでうまくいくかというと、オランダってね国民的な生活水準が当時高いんですね。なぜかというと、オランダってほら海より低いじゃないですか。あ、はい、だから干拓やって、はい、でみんなの力を合わせて干拓やって、お百姓さんもね、土地を持ったお百姓さんたくさんいるんですよ。でイギリスにもねお百姓さんいるけども、みんな貧乏なんですね。土地が痩せてますからね、うん、でしかもほとんどが土地を借りて耕してる人。これに対してオランダの農民っていうのは自分で持ってる土地持ちなんですよ。だから小金を持った人間がいっぱいいるんで、あのアジアと貿易やって金儲けの話あるんですけど乗りませんかってみんなが出資するわけ。だからすごいお金が集まって規模が全然違うから、うん、10倍ですよイギリスの。じゃあもうそこと取引しようっていうことにやっぱ自然となりますよね。でアジア出ていってね、はい、ですね、はい、赤で示した部分がオランダの拠点ですね、はい、で、まあ、一番大きな目的は何かったらやっぱアジアの香辛料、あ、これをですね手に入れたいと。まあこのスパイスっていうのは、うん、ね、同じ重さで金とこう取引されてたとか聞きますよね、はい、で特に今のねインドネシアの一番これ東の端になるけど、はモルッカ諸島っていうところがあって、まあ、別名香料諸島、はこれよく質問されるんですよ。先生、あの香料香辛料、ね、これってそのインドとかね、はい、いわゆるそのアジアの暖かいところで取れるんじゃないですか、はい、あ、そうだよ、はい、なのになんであの辺りを特に香料諸島、はい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 、はい、モルッカ諸島、はい、香料諸島なんて言うんですか。実はですね香辛料にもピンキリあって、比較的どこででも取れて値段が安いやつと、そこでしか取れなくてめちゃくちゃ値段が高いやつがある。でその
キングオブスパイスと言われたのが、いわゆる長寿って言われるやつね。ほう、これ現地の言葉で言うとグローブと言いますけど。はあ、あ、そうですか。はあ、これそのクローブですね。はい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 。これがね、もうキングオブスパイス。あ、そうなんですか。まあまあ今でこそね。今300円ぐらいです。金とは交換できません。あ、でこれはね、その中国人は長寿と言ってて、はい、これ釘の形してるんですよね。釘の形をしてる。はい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 。で今でもね、ドイツあたりでそのソーセージなんか作るときにこれ文字通りこう突き刺してね。匂い付けなんかやるところもあると。でこれが取れるところが広陵諸島、モルッカ諸島と言われるところだったと。でこういったものをね、オランダがまあ買い付けに行くわけです、ね。はい。でイギリスを追っ払い、うん、ポルトガルを追っ払い、うん、でアジア貿易で大きな利益を得ると。で日本にもやってきて平戸や長崎を拠点にして、うん、まあ、貿易を続けるわけですね。うん、ちなみに言うとポルトガルやスペインもやってくるんだけど、はい、まあ、ご存知のように日本は、まあ、豊臣秀吉も、うん、それから徳川幕府もキリスト教については禁止をすると。うん、どうもあいつら宗教の力使って日本を侵略しようとしてんじゃないかと。まあ実際やっぱそういうところは今までの歴史から考えるとありますもんね。まあそうですよね。ラテンアメリカ世界に対する侵略なんてやっぱり宣教師が侵略の先頭に立つのはよくあったんで。だからまあね、まあまあちょっと時間になったんで、次回に続きます。